ミネガツカ古墳は大阪府羽びの四景子里二丁目にある古墳。形状は前方公園墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。墳球の長さ96メートル、前方部の幅74.4メートル、高さ10.5メートル、公園部は直径56メートル、高さ9メートルの前方公園墳である。江戸時代には、 日本穂高白鳥寮に否定されていた。また、陰陽天皇巫女の木梨系巫女の墓との伝承もあった。墳球は二段に築かれており、二段目斜面の裾部分のみに数段の隠れが吹いてあるほかは、表面に吹き石は見られない。1992年の発掘調査で、公園部墳町中央部の洞窟口を掘り進めた。結果、縦穴式石室が現れた。 石室や洞窟口,口から、立ち、鉄属などの武器、蛍光鉱座根などの武具、靴は、ぶみなどのバグ、送信具、玉類などが大量に出土した。また、成人男性の骨や歯なども出土している。出土した歯庭や横穴式石室の特徴から、6世紀初頃の築造と考えられている。また、 発掘調査により、ミネガツカ古墳は20号を持つ古墳であることが判明した。内堀の幅約11メートル、内堤の幅約18メートル、外堀の幅約8メートル、墓域は総長約168メートル、幅約148メートルの大規模なものである。古墳時代後期には古墳が全般的に縮小傾向を見せる中で20号を持つ。 古墳を築造できた被葬者は、大王級の権力のある人物であったと推測される。1974年に国の史跡に指定されている。また、1987年に、ミネガツカ古墳を含む5.3ヘクタールが築公園として都市計画が決定され、羽び野市により1998年度を目指して、公園と専門資料館の整備が検討されていたが、2006年、 現在完成していない。ありがとうございます。